ビトーシュルセーヌは、フランス、イルド・フランス地域圏、バルドマルヌ県の都市。1905年当時のビトリーの駅前、広場市全体が、丘陵地帯である。18世紀までは、ブドウ畑が丘陵を覆っていた。ビートリーとは、ガロローマ語に由来する。ローマがルテティアを征服した、時代、ビクトリアスにちなんで、ビクトリアム・ビトリアカムと、土地が名付けられた。 14世紀終わりには、ビトーイコールプレイコールパリと呼ばれた。17世紀のビトリーはもっぱら樹木の育種、ライラックの温室で知られており、余暇を過ごす最適の土地とされていた。1925年、ビトリーは共産主義の町として知られていた。不屈戦争、第一次世界大戦では、ビトリー市民に死者が出た。第二次世界大戦においても、 抵抗運動に参加したとされた422人が殺害された。1970年代、ビトリーでの政策は多くのコミューンが遭遇したような社会問題で危機を迎えた。人口の多くを占める移民たちは高い割合で共産主義を支持していたためである。2001年12月26日、ビトリーの若者がヌイーシュルマルヌの銀行で強盗をしようとして、 殺害された事件が起きた。この後5日間にわたって、若者たちと警察の間に抗争が起き、60台以上の車が炎上した。戦後は町の近代化に洗練し、古い地区は住宅団地に置き換えられた。工業団地の設置は人口増加につながった。1901年に8900人程度であった人口は、 1986年に8万6千人を超えた。ありがとうございます。